はいどうもこんにちはゴブリンです。何ヶ月かぶりの動画投稿。待ってた方は本当にありが、お買い上げありがとうございます。どういたしまして。じゃねえよなんだよこれは。DLC に一目惚れしちゃったてヘペロ。顔が見えない感じがクールじゃない？そこんとこどう思いますか？なんで虫網かぶってんの？貴様私の虫網にケチをつける気か？虫網否定しろよ。無駄話は置いておいて本編行きましょうか。いつの間にか来ていたバージョン 1.8。新しいゲームモードも追加されたりして賑わい出した気がするサンドストーム界隈。みんなもコープや PVP なんかを楽しんでますか？今回は新マップを初見プレイでお届けします。ソロプレイでな。いつものやつだな。もちろんコープも楽しいからおすすめだよ。というかソロプレイ動画ばかり上げておいて今更なんだけど、このゲームのソロプレイはマゾインで適当にやった方がいいですよ。今更すぎるだろ。このゲームを買った時にまずソロプレイをして、2時間くらい最初のマップすらクリアできなかったのはいい思い出。そんなこんなで始まりました新マップテル、前作のマップのリメイク、らしいですな。せっかくの新マップだから新武器を使っていきましょうか。おっとその前に宇治の表記が修正されていないことを確認しておこう。よし一安心。その工程必要か？ UZI とかに修正されたらちょっとがっかりするかどうでもいいです。今回使う武器はこのファマス。他のゲームでも見たことあるな。無知と失礼を承知で聞きたい。なんだ？これなんでドアノブついてんの？想像以上にどうでもいい質問だな。教えてください解説担当さん。え？俺解説とは名ばかりでただの賑やかし担当になってる解説担当さん。流れるようにディスるんじゃねえ。いいかあれはドアノブじゃなくてだな。ドアハンドルって言うんだよ。マジっすか勉強になりますさすが解説担当さんですね。ああ、解説なら任せろ。じゃあ自分今回はドアハンドルをホロサイトでデコっていきますね。どんどん縦に長くなっていくな。後で気づいたけど銃のコストがめっちゃ高い。基本的にコストが高いほど性能いいからな。ファマスの実力に期待しよう。久々すぎて準備に手間取りました。ここが新マップか結構明るいな。やあ NPC のみんな元気にしてた？私はこの通りから元気だよ。色鮮やかなマップだなぁ。ほら、この屋根なんかも色。よしここは私に任せ。威嚇射撃ですか？無益な殺傷は好まぬ。ここ戦場なんですけど。この銃反動が強すぎるよ。私の手には余る。中距離ならなんとかって感じだな。そうだね。連射性能は高いから近中距離は強そう。初見だからどこに敵が潜んでいるのか全くわからん。いつの間にか仲間が敵を倒してるんだけど、完全に蚊帳の外だな。見た目的にはむしろ蚊帳の中なんだけどね。確かにな。はっは、ああ。せっかくだから違うルートを使ってみよう。ぼっちの言い訳が上手くなったな。言い方にトゲがあるねー。うお、なんだこれは。ペンキだろうか辿ってみよう。拠点へ誘導してくれてるみたいだけど違和感がすごいね。親の顔より見たシチュエーション、最近防衛状態になりやすくない？ここは消費手榴弾で塞いでおいて仲間に加勢しよう。終わってますね。お疲れ様でした。この敵生きてるやんけー。こんなんじゃすぐに弾がなくなっちまうよ。と思ったら運よく落ちてるファマス。ありがとうなもなき戦士。これ私だな。特
に見せ場がなかったのでカット。今一瞬リスポーン待ちカメラが頼りになる仲間たちの集結を待っていたのさ。その仲間たちとはぐれてますよ。マジで？何この一体感。よし頑張れ、私はここで賑やかし役を務めよう。その役目必要か？必要だと思いますか？おいやめろ。なんとか拠点確保。しかし近距離での性能は凄まじいね、この銃。完全に後手に回ってたのに勝てた。補給したら次の拠点へ向かおう。補給中のグレネードはご遠慮ください。また足跡があるね。足跡の主はこの後どうなったんだろうな。言われてみればどこかへ移動した形跡はないね。途中で急に足跡が消えてるみたいなんだよな。急にホラーかサスペンスみたいな話しないでよ。私のビビりっぷりは前回の動画でわかってるだろう。宣伝ですか？しかしそういう小話は嫌いじゃないよ。一体どんな謎が隠されているんだろう。足跡が急に消えた理由がわかった気がするよ。奇遇だな。俺もだよ。さて、拠点はすでに防衛状態。しかしどこまでが拠点範囲なんだろう。とりあえず敵のスモーク支援がいい仕事してる。私の腕じゃ屋外での遠距離戦は不利だしね。近距離戦が得意とは言ってない。クソかっこいいガスマスクだな。そんな装備してるなら外で戦っててください。この距離ならサイト覗かない方がいいのかな。上手い人は腰ダメ射撃をしっかり使い分けてる気がする。1マガジン1キル。下手な鉄砲も数打ち当たる。そして当たれば勝ち組なのだ。1マガジン使う価値はある。言い訳が長い。ごめんなさい。だが拠点は確保できたようだな。私を褒める権利をやろう。調子の女。次の拠点はすぐ近くだけどまだ残党がいるみたいだね。全然当たりません。結果弾持ちが悪いな。拡張マガジンつけててよかったよ。もういっそこの補給箱装備できないかな。拡張マガジンと、まあちょっと短いけれど今回はここまで。ではまた。バイバイ。